いやー、ショックですよ。さっきね、神童花屋龍馬シリーズ長々とあげたんですけども、 YouTube で消えてしまいました。なぜか原因不明です。ということで撮り直してるんですけども、ちょっと今回短くさせてもらいますね。もうね、一回ね、伝えた思いっていうのはね、もうその瞬間に熱かったんで話しますけども、二度同じことっていうのはテンション落ちますね、やっぱりね。言おうとしたことなんですけども、逆にまとまっていいかもしれない。昭和っていうのは、まあ、何をね、中央に貫いているのかと言いますと、まずやっぱり学校ってものですよね。私たちが一番最初に出会う小さな権力、その権力にどう立ち向かっていくかっていうふうなトレーニングの場が、まあ、いわゆる、まあ、突っ張り世代だったのかなと思いますよね。で、今はね、学校がその一つの権力としてあんまり邪魔にならなくなってきたんではないかなと思うんですよ。生徒数が少ないのもそうですしね、派閥ができにくくなってきました。昔はその一つの学校の中にも派閥があったんですよ。で、まあ、万格っていうね、言い方したら本当に昔っぽいんですけども、なんかその中核になる人間が何人かいて、万格っていうね、で、そいつらが、まあ、ある意味のね、トーナメント戦みたいなことをして、まあ、番長制度っていうのがあるわけなんですけど、番長に決まるわけなんですよ。まあ、そこにはやっぱりね、喧嘩で強いだけではなくって、人をまとめていける魅力ってものがないといけないんですよ、力量っていうのがね。だからある意味学校の中に小さな、会社というかね、まあ、はっきり言ってヤクザ組織ですよ。任教組織が学校の中にあって、表の生徒会長、裏の番長みたいな感じだったと思うんですよね。で、番長っていうのは結構その今もう番長っていう言葉も恥ずかしいんですけども、番長っていうのはね、生徒会長と連携をして、いわゆる見せしめといいますかね、まとめ役なんですよね、やっぱり両方から考えていくと。まあ、この話はちょっと長くなるんでやめておきますけども、まあ、学校の通達を出すのが生徒会長だとしたら、ある意味ね、歩調を取りながらどう立ち向かっていくのかってことが、その番長の役割で、生徒会長と番長が落としどころをちゃんと決めていくみたいなこともあったのかなと思うんですよね。そして商店街ってものも昭和の文化だったのかなと思います。商店街でいろんなドラマが起きて、デートがあって、喧嘩があって、落とし物があって、商店街を中心にいろんなものが回っていってね、で、商店街の八百屋の親父とかが頑固でね、タバコ吸って歩いてたら、おいお前ら、なんかタバコ吸っていいのかって、ね、捨てろみたいな感じでね、怒られたりとかしてね、で、あ、どうもみたいな感じで、やっぱり突っ張っていても、そういう風な町の大人たちには一応ね、礼儀を通していたのかなとも思います。今みたいにね、関係ねえだろうとかじゃないんですよね。やっぱり食ってかかる人っていうのは選んでたわけなんですよ。で、やっぱりその八百屋の親父っていうのがね、昔は自分の学校の先輩だったみたいなね、昔はね、実はこの地域をまとめていた大親分だったみたいなね、そんな裏話があるんじゃないかな、ないんじゃないかなみたいなとこもあったりとかして、そして私たちが昭和っていうのは、多分ね、昭和40年代とか50年代のことなんではないかなと思うんですよ。でも実際はもうちょっと前、昭和30年代とかね、20年代かもしれませんけども、安保闘争とかね、安田講堂とかね、で、機動隊と衝突とか、本当にそういう時代があって、大学生がいろんな覚醒剤を使ってみたりとかね、ヒロポンとかね、使ってみたりとかね、そういうのは合法なのか非合法なのか、その隙間ぐらいのものだったんですよ。で、そんな時代もあったりとか、それこそ拘置所に入れられたりとかね、一晩泊まってきたりとかね、そんなことも様々あったりとか、まあ、暴走族って文化もありますよね。暴走族ね、今旧社会っていうのは、私たちみたいな40代50代が当時突っ張りきれなかった人たちがね、自分たちが突っ張るとしたらどんな感じかなみたいな感じで、バイクをわざわざ買ってみたりとか、今ね、中型免許取る中年って増えてるんですよね。昔は懐かしがって、で、Z2 とかね、ああいった機代の名車、ゼファーとかね、ああいうのがまた売れ始めてるというね、中古市場で値段を上げてるという話もあります。私が好きなのはね、実はね、最近買った、先週入荷したんですけども、こういった昔懐かしの自動販売機ね、これちっちゃいやつと、あと大きいやつ、内容はほとんど一緒です。これがね、いいんですよ。懐かしいうどんの自動販売機とかね、昔はね、今みたいにコンビニとかないですから、自販機から漏れる明かりが私たちのステーションだったんですよ。ここにたむろしてタバコを吸ってみたりとか、自動販売機からね、物を買ってみたりとかで、お金がなくなったらカツアゲしてみたりとかね、自販機をバンバンバンって叩いてみたりとかね、いろんなことがそこにありました。今は自販機に10分でも立ち止まって読むんならね、通報があって不審者扱いされちゃいます。自販機の前にいたら不審者ってどういうことやみたいな感じがしますよね。連絡するお前が不審者だみたいなこともありますけども、まあまあ時代は変わったということですね。で、先ほどのね、もう消えちゃった動画での結論なんですけども、
昭和40年代男というねテーマで私再生リストを作った動画もやってるんですけども、まあいっそねズームライブをこれでやろうかなと思って、2月にズームライブ昭和を思い出すみたいなね、そんなテーマでやろうと思ってるんですよね。これはもう昭和のいろんな宝箱を詰め込んだものをここで一回ね解放してみようと、どんなものが昭和にあったのかってことを思い出して、まあノスタルジーに浸ってみようみたいなね、そんなズームライブにしようかと思うんですよね。フリートークをふんだんに持ち込んでやっていこうと思いますんで、まあ多くの方がねいらっしゃることを期待するんですけども、これなかなか面白いんじゃないかなと思って、さっきの動画も締めさせてもらったんですよ。2月にはねズームライブでね昭和を懐かしむ昭和40年代男みたいなテーマでライブ放送しようかと思いますんで、よろしかったらいらしてください。で花屋龍馬さんにちょっと聞いてみたいんですけども、花屋龍馬さんがね昭和に思いを馳せてるっていうのは結構意外でね、ビーバップハイスクールとか見ていたみたいなね、もうまさに私たちの時代の映画ですよ。あれはあれのね続編が作られるのが非常に本当に悲しい。清水浩二郎さんと中村徹さんがねドタバタやってくれるわけなんですけど、最近ねそこに出てきた脇役とかワルのやつがね YouTube チャンネル始めて、これが面白いんですよね。テルチャンネルっていうのがあるんですけども、これがねもう本当にね当時の裏話もそうだし、あの頃の突っ張りが中年になったらこうなるんだみたいなねいや本当にいい時代になったなと思うのは、 YouTube によってもう本当当時だったら脇役ちょい役の人が前面に出てきてねぶっちゃけてくれるみたいなね、もう全ては時効なんで今いろいろ喋ってくれるんですよね。これ面白いですなと思いますね。で花山さん、平成っていうのは時代は一体どういった時代だったと思います？平成っていうのは、私は昭和っていうのは小さな権力への、戦いでありね、学校っていうものが一つのテーマになっていたのかなと思うんですけども、平成っていうのはまあ何を思い出すのかなっていうことね、私も感じるんですよ、どうなんですかね。私からはちょっと今回は何も言わないようにしますけども、平成っていうのは花屋龍馬さんから見るとどんなものがあったと思いますかっていうのが私からのクエスチョンです。さあそれではみんなで考えよう。